ースを見てたら、10年に一度の寒波が来ますよ、と言っていたものの、去年も10年に一度の寒波が来てたんじゃないか、と曖昧な記憶をたどっている、物忘れが激しいゆっくり霊夢です。去年の記憶がワールドカップの記憶しかないのが辛いところですぜ。今年 WBC があるので野球の記憶しか残らないんじゃないか、と心配している、鳥頭のゆっくり悟りです。今回は武将紹介外伝。紹介するのは滅びた漢王朝を復興させてその漢の皇帝に即位した男、劉淵よ。彼は異民族であるのにもかかわらず皇帝にまで上り詰めた面白い人物なのよね。たったそれだけで異端な人物なのが伝わってきます。さて改めて紹介するのは劉淵、あざなお玄海。その才能ゆえに秦の朝廷で何度も命を落としかけたものの運よくこれを生き抜き、秦が内乱を起こすと自身の血筋を利用して秦から独立を果たした才智あふれる野心家。彼は一体どういった人物なんですか？劉淵は秦興郡出身の人物で異民族の郷土の生まれの人ね。まずは彼の祖父のオフラから軽く紹介するわ。オフラは後漢末期の時代の人物であり、黄巾の乱が起きて中華が乱れると、父親の前右教挙の命を受けて兵を率いて漢王朝の援軍に駆けつけた男なの。まあオフラが兵を率いて中国に向かった後で国内で、反乱が起きて彼の父親である前右教挙は撃たれちゃったんだけども。その後、オフラは父親の後を継いで前右にこそ任命されたものの、郷土の人々は別の人物を前右に任命してオフラの入国を拒否してきたのよ。故にオフラは地元である郷土の国に帰れず、後に漢王朝に帰順したみたい。後にオフラが病死すると前右の地位は彼の弟の子忠仙に引き継がれ、オフラの息子の劉瓢は左権王に任命されたの。この劉瓢こそが今回の主役である劉淵の父親よ。こういった複雑な経緯で劉淵の一族は異民族なのに中国に住むことになったわけですか。まあ複雑っていうか単純に国から追放されただけなんですけども。劉瓢あたりの世代からかつて漢の初代皇帝劉邦をコテンパンに破った郷土の英雄朴突前右が劉邦の一族の娘と結婚して兄弟の契りを結んでいたため劉姓を名乗るようになったみたい。時に曹操は帰順してきた郷土の軍勢を鎖部、遊部、南部、北部、中部の5つに分割してこれを兵州に住ませていた。なもんでここで、劉瓢は鎖部氏に任命されて鎖部郷土のリーダー的な役職に任命され、その他の部のリーダーも適当な劉姓の人が指名されたの。曹操はこうやって細かく郷土の軍勢を分割することによって反乱されないようにしていたのよ。リスク分散ってやつですか。そして今回の主役である劉淵は若い頃から非常に聡明だったようで、彼はわずか7歳にして母親を亡くす不幸に見舞われたものの、ここで劉淵は母親が亡くなったことがめっちゃ悲しかったのかもう胸を叩いて地団駄を踏んで号泣し続けていた。人々はこの劉淵の姿を見るだけで胸を打たれたようで、魏の四空王朝は、これを聞くと彼のことを立派だと思って弔いの品々を劉淵の元に送り届けたみたい。四空といえば三公の一つでめっちゃ偉い役職じゃないですか。劉淵の存在はそんな人にも知られてるんですか。それでいて劉淵は勉強も好きだったため上等出身の西遊という男に師事し、孟子、行史駅、馬子少将学習したの。それでいて彼は春秋左氏伝、孫子、五子といった兵法書もだいぶ好きだったらしく猛暗記できるほどこれらを読み込んだの。それでいて史記、漢書といった書物も読み込んで、もいたらしくもうほとんどの書物を読んでいたみたい。時に劉淵は同門の手記と韓流に、私は書物を読むたびに高祖劉邦に仕えた知恵者の随化や陸化に不才がなく、逆に将軍として活躍した周没、韓英らに文官としての才能がなかったことを残念に思っている。だからこそ随化、陸化の両名は公に任命、されなかったし、周没と韓英は天下が平定された後に民を導く地位についたもののこれといった功績を残せなかった。この4人は非常に惜しい人物である、と言っていたらしく、劉淵は勉強だけじゃなくて武芸の勉強もしたのよ。将軍は乱世だと功績を残せますが天下が統一されると功を上げにくく、逆に文官は乱世だと功績を上げにくいが天下が統一されるとその才能を発揮しやすい。
そのことを鑑みれば文武両道の人物が一番優れていると雄炎は判断したわけですか。雄炎は腕が長かったので弓矢の腕に秀でていたらしく、腕の力は常人以上にあったみたい。それでいて彼は大人になると身長が2メートル近くもあるような大男に成長したのよ。見た目からしても尋常じゃないのが明らかなので人相見を得意としていた祭司や孔子育は雄炎の姿を見ると、彼が将来、大きなことを成し遂げそうなので交流をするようになり、魏の臣下であった王根も雄炎とは親友とも呼べる間柄となって王根はこの王政を連れて雄炎に挨拶までさせていたみたい。まあ身長が2メートルもあって文武両道の人物とあっては私でも雄炎は立派な人物になりそうだな。と感じます。後に雄炎は父親の雄良の裏切りを防ぐための人質として中央に入庁したの。そこで雄炎は時の儀の権力者であった芝生から厚遇され、芝生が亡くなってその子である芝炎が儀を滅ぼして真の初代皇帝に即位すると、雄炎の親友である王根はたびたび雄炎の凄さを芝炎に伝えたの。故に、芝炎は試しに雄炎を自分の元に呼び出し共に会話をしたの。すると芝炎は雄炎を大いに気に入って王根の息子の王政に向かって、雄炎マジでやばいな。これまでの中国の歴史でも多くの異民族が功績を残してきたが、雄炎はそいつらとは格が違う、と話し、これに王政派、その通りです。故に、雄炎にご討伐を、お命じになってはいかがでしょうか。彼ならば呉を平定して天下統一を果たしてくれるはずです。と伝え、芝炎はこれを最もだと思ったの。雄炎は父親の人質として新王朝の朝廷にいるのに、あれよあれよとの間に大きな仕事を任されつつあります。まあでもこの議論を聞いていた皇巡、楊葉という臣からは芝炎に、まあ、確かに雄炎の才能は真の臣からを見回しても一番と言ってもいいです。しかし陛下が雄炎に少ない兵士を与えてご討伐を命じれば彼はこれを失敗するでしょうし、もし彼に大量の兵士と権力を与えれば呉を滅ぼした後その地で独立する可能性があります。我らは漢民族ですが彼は異民族。種族が違う者同士が心を一つにすることは無理だからです。故にこれに反対いたします、と告げ、これを聞いた芝炎は何も反論できなかったみたい。異民族だからっていう理由でここまで言われるのはひどい気もしますけどね。その後、戦費の特発樹機能が乱を起こして真の西方を大いに荒らし回ると芝炎はこの特発樹機能を誰に討伐させるか、朝廷で議論を開いた。すると上等出身の力という男は、陛下が5つに分けた郷土の軍勢を雄炎に与え、彼を将軍に任命して西に向かわせればすぐにこれを平定、できます、と主張したの。だけどこれに進化の皇巡は、力の弦を用いるだけでは災いを取り除くことはできません、と反論し、この反論を聞いた力はぶち切れて、はぁ、郷土の兵は勇猛で雄炎の傭兵術は巧み。さらに陛下の意向もあるのになぜこれを討伐できないというか、と言ったの。するとこれに皇巡は、雄炎が特発樹機能を打ち取れば、本当の脅威が領州に訪れるでしょうな。一度天に昇った竜は野心を隠さないのです、と言ったため、芝炎は雄炎のことを用いなかったの。雄炎の武才は真の人々すべてが評価しています。ただ、彼が異民族ゆえに忠義心だけ疑われています。今回だって郷土の兵を与えれば独立されるって主張されたわけですからね。時に名門の家柄に生まれた王備という人物が洛陽から地元に帰還することになると、雄炎は彼とは親友だったためにこれの見送りに出向いたの。そして雄炎は別れの時に涙ながらに王備に王根や力は同郷だからという理由で朝廷で私のことを推挙してくれているが、それが理由で私は真の重鎮らから批判を受けることになっている。これは私が望むところではなく、私はそもそも官職に固執なんかしていない。私の気持ちを理解してくれているのは君だけだ。おそらく私は後に洛陽で中殺されるだろうから、今日が今生の別れとなろう、と言って酒をガンガン飲んでは歌い、この宴会に同席していた人々は雄炎の声を、聞いただけで涙を流したみたい。むむむ。真の重鎮らがやたら雄炎のことをプッシュしている理由は、同郷だからっていうしょうもない理由なんですか。
時に芝園の弟である西欧芝龍はこの宴会が開かれている近くに赴任しており、龍園が宴会を開いていることを知ると人を派遣してこれの様子を見させたの。そして彼が人々の心を掴んでいることを知ると彼は兄の芝園に龍園を排除しなければいつまでも平州は平和じゃないでしょう、という上奏を行ったの。でもこの上奏文を一緒に見ていた王魂は、龍園は立派な人物です。我が命をもってこれを保証いたしましょう。さらに言えば、今秦国では異民族を従えようと異民族の懐柔を行っております。そして龍園は郷土の人質として中央に来ている男であり、そんな男を冤罪で処刑すれば異民族はもう、秦は徳がない国だと思って二度と秦に従わなくなるでしょう、と主張し、これを聞いた芝園は王魂の意見を正論だと思って龍園に危害を加えなかったの。龍園は異民族だからこそ疑われ、異民族だからこそ処刑されない。ものすごく微妙な立場にいる男です。279年、龍園の父の有能が病死したので秦は息子の彼をサブスイに任命して父親の地位を継がせ、秦が天下を統一すると北部都尉に任命されたの。龍園は警報に明るく邪悪なものを捕まえ、よく人々に施しをしていたのに加え多くの傑物と交流していたので中央から出ても高い名声を保ち続けた。故に5つに分けた郷土、五部郷土の傑物たちも次第に龍園に挨拶をしに来るようになり、優秀や奇襲の高名な学者やまだ無名な者の才知あふれる者も遠い道をことせずに龍園を一目見たいと挨拶をしに行ったみたい。龍園は異民族はもちろんのこと、漢民族からも強い支持がありますぜ。これも龍園の人柄ゆえにですか。290年、秦の皇帝芝園が亡くなって息子の芝忠が皇帝に即位すると、大公の父親である楊俊という男が権力を握るようになった。楊俊は龍園のことを権威将軍、五部大都督に任命して彼に五部郷土の監督をさせたの。まあ後に龍園は郷土の人々が反乱を起こして国外へ逃亡した、という罪で官職を罷免されたものの、正統王芝栄が行に赴任すると芝栄は上表して龍園を官職に復帰させて名作将軍代行に任命し、看護部軍事に任命してくれたんだけども、罷免などの色々な経緯があり、龍園は芝栄の配下になったってわけですか。時に芝忠の時代から秦では八王の乱という皇族同士の内乱が起きて国内が大いに乱れ、地方でも盗賊が現れるようになった。故にここで龍園の重祖父で左賢王の龍仙は密かに周りの人々と、かつて我が先祖は漢王朝と同等の誓いを結び、酸いも甘いも味わったが秦の時代になって一辺の土地もなくなって、しまい今は庶民と変わらぬ生活をしている。だが今、秦では内乱が起きて一族が争って国が乱れているので今こそが奪い取られた土地を取り返すチャンスだ。同族である龍園はまさに傑物であり、天がもし郷土を助けるつもりがないのならば龍園はこの天下に生まれていないはずである、と言い、郷土の人々もこの、龍仙の発言を最もと思って龍園を大善右に任命して郷土のリーダーにすることに同意したの。そして彼らはこの計画を実行するために同族の子園遊を行に派遣し、この計画を龍園に告げたの。そして龍園はこれに同意したのよ。龍園にしてももう内乱だらけの秦はオワコンだと判断していたんでしょうね。故にこの計画に同意したと。その後、龍園は上司の芝栄に葬儀を理由に地元に帰りたいと懇願したものの芝栄はこれを却下したの。故に龍園は先んじて子園遊に帰還を命じて郷土の人々に計画に従うことを伝えさせ、郷土の群衆を密かに集めさせたの。彼らは口では一応、芝栄様に従うぞ、と宣言していたものの、実際は、龍園に従う気しかなかったみたい。むむむ。着々とした準備を進めています。304年、暴虐合戦や戦いに勝利した芝栄は時の権力者となり、時の皇帝芝忠自らが行にいる芝栄を討伐しに行ったものの、芝栄はあろうことか朝廷軍に勝利して皇帝である芝栄を捕虜にして自分の本拠地である行に招き入れることにまで成功したの。するとまあ当然ながら東北にいる、都督優秀諸軍事の横領や平州志士の芝党らは挙兵して芝栄を討伐しに来たの。
故に龍炎は好機が来たと思って芝栄に、芝刀と王陵の総軍勢は10万にも上るらしく、おそらく我々の兵を総動員しても勝てるか怪しいです。故に私を北方に帰還させてください。芝栄様のために五部強度を集めさせて、これを援軍として派遣してみせます、と進言したの。むむむ。龍炎は適当なことを言って芝栄の元から離れようとしています。しかしこれを聞いた芝栄は、五部強度を絶対に集められる証拠はどこにある。仮に召集できたとしても彼らが率いている戦費東岸と一体民族は強大だ。どうしてこれに勝てようか。故に私は皇帝を引き連れて行から洛陽に帰還し、とりあえず敵の攻撃をかわした後に激軍を持って、賊の討伐をしようと考えているのだが、と龍炎の意見に反対したの。でもここで龍炎は引き下がらずに、芝栄様はご立派な人物で徳も多い人物です。そんなあなた様の命をもってすれば強度などすぐに集められます。しかしそんな芝栄様が行から逃げて弱みを見せて洛陽に逃げたとします。人々は、きっと芝栄様が弱いと勘違いして激軍の命令を無視するはずです。それに芝栄様は誤解しているようですが強度の兵は戦費や右岸よりも強いです。故にどうか我が策を採用してください、と懇願したので芝栄はこれを喜んで龍炎を北前右、三条将軍事に任命して兵州へ帰還させたの。むむむ。どうにかこうにか北方に再度帰還することに成功しました。龍炎は鎖国城に到着するとあらかじめ連絡をしていた龍仙らと合流し、彼らから大前右に任命されわずか20日の間に5万の軍勢を集めることに成功したの。こうして龍炎は元手となる兵士を手に入れたことから正式に李石の地で独立をしたの。元から話をつけておいたにしても20日の間で5万人も集められる龍炎の人気はさすがです。その後、王春が戦費を率いて行を攻撃するとこれに芝栄は敗れて皇帝を引き連れて洛陽までの逃亡を開始したの。これを見た龍炎は、はぁ、まさか芝栄が私の進言に逆らい行を放棄するほど愚かだったとはな。だがまああいつと約束した以上、援軍を出さないわけにはいかぬ、と言って龍炎は、右与陸王龍慶、左独六王龍炎年に兵士2万を与えて戦費討伐を命じたの。まあ一応かつての上司ですから見捨てるのはちょっとあれですからね。でもこの龍炎の決定に龍仙らは固く反対していさめてきた。いわく、秦は滅びるべくして滅びているだけで助ける必要はなく、まして今後の助けとなり得る戦費や右岸族と今敵対するのはまずいです、と。これを聞くと龍炎は、確かにそうだ。私は小さな義を優先して大事を逃すところであった。しかし、我々の軍勢は今10万を超えていて圧倒的に強いがそれでも秦の人は異民族に従うことを拒むであろう。しかし漢の統治は長く秦の時代になっても漢を慕う者は多い。だからこそ劉備は益州という小さな土地を手に入れただけで天下に飛躍できたのだ。我が先祖である僕突然は漢王朝と兄弟の契りを結んでいた。兄が亡くなったら弟がこれを継ぐのは普通だし、僕突然は劉氏の娘と結婚していたので私は強度と漢氏の老いにあたる。故にここに漢を復興させる、と宣言し、蜀漢最後の皇帝である劉禅を追尊し、漢の建国を宣言したの。するとまあ劉炎の元にはさらに数万人もの人々が帰順してきたの。むむむ。劉炎は当然強度の人なので強度の人々に慕われ、一応劉炎は漢の復興を掲げているので秦の人々も帰順しやすい形をとっています。まあ当然ながら劉炎は304年に漢王朝の復興を宣言すると自身がこの漢の王様に即位したんだけども、その後、劉炎は兵を率いて南下を開始して次々と敵軍を破って大元、元始、屯留、長子、中都を陥落させ、大勝利を重ねたの。そのため、敵軍の芝刀は龍炎の勢力を恐れて兵州の2万個余りの人々を連れて南の方に逃亡したのよ。それからも龍炎率いる漢は秦から執拗な抵抗にあったものの、この当時漢には龍炎の親友で反乱を起こしていた王弼や赤禄といった優秀な人材が加わっていたのもあり、彼らの奮戦もあってさらに軍を南に進めることに成功し、この時の龍炎の目標は長安を落として西北の漢中までをも自分の支配下に置きたいと思っていたの。
そうなればもう半分は天下を統一したようなもんだからね。長安を落とすということは真の首都である洛陽を陥落させることと同意に、劉淵の野心は半端ないです。308年、劉淵は加東氏の進出を決意して軍を南に向けて加東を拠点にして加東軍や天下の真ん中あたりである平陽軍のすべてのお城を降伏させることに成功。まあこうなると今までは反発的であった戦費族まで劉淵に基準してくるようになり、その年の10月に劉淵は臣下たちの勧めもあって皇帝に即位したの。その後、あと数年で真の首都である洛陽を落とせそうなムードがあるから運気がある平陽に遷都した方がいいよ、との声があったために平陽を新たな首都にしたの。むむむ。これって劉淵率いる官軍が強いってより真が弱いんじゃ。いや、何も言うまい。309年8月、もろもろの準備を進めて劉淵は息子の劉宗と親友の王備に洛陽攻略を命じ、その後詰めに劉陽、長江を置いて本格的にこれの洛城に向かわせたの。当初劉宗は新王朝の軍に連戦連勝して調子に乗ってめっちゃ前に進んで義陽にまで軍を進めてそこでも敵軍と相対したものの、これにも勝利して完全に調子に乗ったの。故に劉宗は絶対に秦軍と戦えば勝てると分かったのでろくに敵軍に備えないようになり、秦の皇能大使官燕が下ってくると無条件でこれを信用したの。故に官燕が夜に謀反を起こすと何の備えをしていなかった劉宗は大敗して命からがら撤退したの。むう、せっかくのチャンスだったのに何をやっているのか。そう、劉淵にとってこの洛陽攻略は今が絶好のチャンス。故に劉淵は敗戦から1ヶ月ほどしか経っていない同年10月に再度劉宗、王備を洛陽攻略に派遣して劉陽、劉慶らにこの軍事に参戦させたの。なんと総勢5万。さらに古遠翼を御詰めに置いて彼に歩兵を率いらせていたの。秦軍の人々は撃っても撃ってもすぐお代わりが来る官軍にずっと恐れを抱いていたようね。その後、劉宗はまたもや秦軍を撃退して進軍し続けていたものの、そんないい時に彼らは秦軍から奇襲を受けて古遠公を撃たれるわ、御詰めに置いていた古遠翼が部下から裏切られて殺害されるわでまたもや官軍は、大混乱に陥った。その後劉宗の軍までもが大敗したためについに劉淵は洛陽攻略を諦めて全軍に撤退を命じたの。むう、何か一つ歯車が噛み合えば勝てそうですが、秦軍もここで意地を見せてきたとも言えます。その後の310年、劉淵は病にかかって工事を臣下や息子たちに託して病死したみたい。臣が乱れるや否や行動に出て独立した、まさに劉備によく似ている傑物だったわ。異民族はもちろんのこと、秦の人々からも熱烈な支持を得ていた傑物でした。さていかがでしたでしょうか、今回の人物のことは。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。強引な理論で自分のことを漢の後継者だと言ったものの、その暴論に見合う才覚を持っていた男でした。それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。